チームとしてはこれで5連勝になりました。球団初のホーム開幕3連戦3連勝となりました。そのまま呼び込んだと思いますが、この1戦についてはいかがですか。そうですね、まあ、ピッチャー陣がすごく良くて、まあ、リズムが突進しているので、まあ、いい感じになっていた日に入ったと思いますね。チームとしてもいい準備をして入れたと思いますけれども、キャンプからここまでキャプテンとしてこのチームどういうふうに感じてますか。そうですね、いつも選手も明るく、やってるんで、この試合出てるメンバーもすごい勇気を持ってますね、はい、そしてホームでは初めての勝利、プロ2勝目となりました石橋投手です。ピンチでの登板、本当に素晴らしいでした。ありがとうございます。逃げ投手からバウンドを受けてきました。1点を取られた後、相手の流れが一緒なところだったと思いますけれども、どんな思いで上がりましたか。あのランディがめちゃめちゃ頑張ってたんで、何とか抑えたいなって思いました。ランディが逃げ投手ですね。逃げです。これでプロ2勝目ということになりました。初勝利を挙げたから2つ勝ち星を積み重ねました。それについてはどうですか。うまいなと思ってます。その方がチームにいい効果をもたらしてくれることを期待したいと思いますが、今後に向けて一言お願いします。チームの勝利にとにかく貢献できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。では最後にリンク選手にお伺いします。この後またチームを利用して連戦が続いていきます。5連勝となりました。今後に向けてファンにメッセージをお願いします。はい、今から、飛行機に乗って移動します。しんどいですけど、仙台から皆さんパワーを当ててください。どん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 攻める野球をしていくので、熱い応援をよろしくお願いします。今日のヒーローはリング選手石橋投手でした。インタビューは以上です。行きます。3、2、1、バーン。